フルダイブ不適合。脳からの信号と VR 機器間の通信に不具合が起こり、VR 空間での活動が制限されること。私もこの FNC に悩まされている一人。フルダイブ自体が不可能なほど重度なものではないのだけれど、VR の世界を正常な形で楽しむことはできない。症状が現れるのは視覚。ワクワクしながら初めて ALO の世界へダイブしたとき、目に飛び込んできたのは、澄んだ青空と綺麗な街並みと、そしてそれに重なるように表示されている数字やアルファベットの塊だった。まずアミスフィアの不具合を疑い、メーカーのサポートセンターに連絡した。別の新品に交換してもらったけれど、改善されず。その後、メーカー担当者の勧めでいくつかの検査を受け、これが FNC という症状であることを知った。ゲームはそれなりに好きだったし、フルダイブ体験も楽しみにしていたので、正直なところ、かなり落ち込んだ。そんなある日、検査を担当してくれた技術者さんから連絡があった。今、ガラクシアという拡張機能の開発が進められている。もしよければ、そこに協力してほしいというのだ。なんでも、この不適合症状は少しばかり珍しいもので、テスターのアルバイトをしてくれると助かるのだという。これがキーボーたちの持ち帰ってきた手がかりか？うむ。書物型のアイテム。ま、中身はごく一般的なドキュメントファイルじゃな。ちなみに、テストルームとパスをつないで、一部機能を利用できるようにした。知っての通りロックされておるため、ガラクシアの機関システムには触れられんが、簡単なデータ解析くらいなら、ここで行えるぞ。それはいいことだけど、ドキュメントファイルの解析って、まずは目で読んで確認ってところからだよな。ま、そうじゃな。風花さんの日記？そんな感じの文章に見えるけど。ガラクシア開発プロジェクトにおける風花の仕事の一つとして、レポート作成がありました。数値的なデータはもちろん取っていたんですが、テストプレイヤーの主観的な感覚や精神状態の変化なども貴重な資料になりますから。なので、日々のテストで感じたことを記録しておく習慣があったんです。まあ、アスナさんの言うように、日記ですね。女の子の日記か。なんだか読むのは気が引けるな。しかし、風花君自身がこれを手がかりだと言い残したのだろう。我々にとって有用な情報が記されている可能性は高い。はい。ですので、皆さんに検証していただければと思います。では、続きを表示していくぞ。少し悩み、その依頼を受けることにした。この先、VR 技術はますます重要になっていくはずだ。ゲームだけじゃなく、いろいろな分野で協力すれば、その分、不適合症状への対応は進歩するわけだし、特に取り柄のない自分でも、社会に貢献できる。かもしれない。そう思ったのだ。私が関わることになったのは、拡張機能、ガラクシアの動作テスト。何でも、あらゆる感覚、感情をデータ化し、過去の体験をものすごい精度で再現できるという、最新鋭を超えて、オーバーテクノロジーとも言うべき技術なのだそうだ。開発を担当しているのは新進のベンチャー企業だけど、基幹となっているシステム自体はどこか外部から提供されたものらしい。しかもなんと無償で。世の中には物好きな技術者がいるものだなと思う。脱線した。自分の話に戻ろう。 ALO の中に設けられたテストルーム、ガラクシアのシステムを試験的に運用するためのスペースが私の仕事場。私、夏柳風花は、そこで風花というアバターの中に入り、
視覚の不適合症状を改善するためのテスターとなった。このゲームを不自由なく遊べるようになるのがとりあえずの目標ということになるかな。開発スタッフさんたちも VR の最先端で働けると熱意に燃えていて、みんな生き生きと仕事をしていた。そうそう、テストルームにいたネージュという AI の子が担当についてくれることになった。自分とは正反対の性格だけれど、うまくやっていけるといいな。このファイルの記述はここまでだな。念のためファイルそのものも解析してみたが、意味がありそうな情報はこの文章のみじゃな。隠されたデータやメッセージは特に存在せんかったぞ。なんだ、結局何もわからないに等しいじゃないか。それは残りを手に入れてから判断するべきではないかな。手がかりは全部で4つあるのだろう。さて、期待していいものですかね。無価値なものしか出てこず、徒労に終わるかもしれない。うん、そのあたりは私とスタンスが異なるな、スゴ。無価値であるのを知ることは君にとっては単なる徒労であるわけか。私にとってはそれもまた楽しく有意義な出来事なのだがね。いずれにせよ、残りの3つも探さねばなるまいよ。お主らにはもう少し頑張ってもらうことになろうな。引き続きこの世界を探索し、守護者らしきモンスターを見つけて倒し、ドキュメントファイルを手に入れるか。ただ、この日記…どうしたの、キリト君。いや、なんでもない。多分俺の考えすぎだ。それより、問題はガブリエルだ。風花が転移させたとはいえ、あいつは引き続き俺たちを狙ってくるだろう。再び奴に捕捉される前に、手がかりを集め、何か対抗手段か解決方法を見出す。これが俺たちの勝利条件になる。猶予はそれほどないということじゃな。すぐに探索を再開させよう。数名ずつの隊に分かれて行動。敵を発見した際は報告し、集結して対応する。良いな。精一杯頑張るね。いつも通り頼むぜ、アスナ。ナナ、一緒に戦います。よろしくお願いします。次の探索場所はここか。またここに来ると、ね、敵を発見したい。あの時は力が高かったけど、今はみんながいるから大丈夫だよ。そりゃ、風花の手がかりを全部集めると何が起きるんだか。とにかく探索するしかなさそうです。Come on!
った？気をつけて。
器を発見したわ。これでモンスターは全滅だね。みんなお疲れ様。雑魚だったわね。守護者とおぼしき強力なモンスターを探してほしいとキリトは言っていましたが、どうやらこの辺りには見当たらないようです。のんびりしている余裕はない。すぐに次のエリアに進もう。ねえ君、エイジだっけ。ああ、何か用か。君の流派もアインクラッド流なの。アインクラッド流、そういう言い方は聞いたことがないが、アインクラッドで身につけたものなのは確かだ。なるほど。じゃあキリトと同門みたいなものかな。剣の使い方が似ていると思ったんだ。僕の剣技もキリトに教わったんだよ。あいつと比べられるのは複雑な気分だな。少なくとも僕は主役にも英雄にもなれず、何も成し得なかった人間だ。え？君の剣だって十分見事だと思うけど。いや、ごめん。人にはそれぞれ事情があるよね。どうやら立ち入りすぎちゃったみたいだ。忘れてくれると嬉しい。いや、謝るのは僕の方だな。突っかかるような言い方をして悪かった。自虐と自己否定が染みついててなかなか抜けない。良くないと分かってはいるんだけどな。そう、良くないよ。大体何も成し得なかったなんてことはないでしょ。オーディナルスケール計画の後、消えかけていた私をアインクラッドまで助けに来てくれたんだから。そうだったね。まったくもう、エイジだって強いんだからもっと自信を持てばいいのに。ああ、少しいいかしら。こちら側の戦士の意見も聞いてみたいのだけど。
お前の目に暗黒神ベクタ、あのガブリエルとかいう男の強さはどう映ったかしら。異常、その一言だな。この世界がどういう法則に支配されているのかまだ完全に理解できたわけじゃないが、少なくとも僕や君、他の連中の戦闘能力は理解できる範囲の中に収まっている。でもあの男は違う。キャラクターとしてのカテゴリーが僕たちとは別なのか、あるいは別のシステム上で動いているとしか思えない。なるほどね。私たちとは異なる断りのもとにあると。確かにあの力も膨大な天命も尋常のものじゃないわ。おそらくは複数のからくりがある。どうにかしてそれを引き剥がしてやれないものかしらね。逃げ回るとか隠れてやり過ごすなんて私らしくないし。まさか戦われるおつもりですか。キリトやカーディナル様からは絶対に戦闘は避けるようにと。ねえアリスちゃん、もし今ここであれと出くわして、しかも逃げられない状況になったら、あなたはどうするつもり。それ避けようと思って避けられる相手なら別に怖くないの。でも常にそれが可能だとは限らない。認めたくないけど自分より強大な相手というのは存在するわ。逃走すら許されない状況というものも、それにどう立ち向かうか私は常に考え続けて生きてきた。時には世界を支配する断りすら敵に回して。だからこういう施策は性に合ってるのよ。別に見習えとは言わないけど。つまり負けたと諦めるまでは負けないみたいなこと。そんなに簡単な話じゃないだろう。あら、簡単ではないけど本質には近いわよ。意志の力は不可能を可能にし、起こり得ないことを起こす。ガブリエルもその種の存在なのかもしれない。やっぱり僕の感じたあの空虚な意志は真意か。間違いないわね。恐ろしいほどの妄執に支えられている。ただあの強さの源が単純にそれだけとも思えない。ま、具体的な対抗手段はまだ思い浮かばないのだけど、風花ちゃんの残してくれた手がかり次第かしら。というところで前方に怪しげな扉が見えるわね。嫌な気配がしますね。守護者の前通じているのかもしれません。調べるのはみんなを集めてからの方が良さそうだ。一度戻ってキリトたちに報告だね。